はい、えー、新生活保護のコーナーで、えー、コメントをいただいたんで、こちらの方をね、読まさせていただきます。まずね、生活保護を受給している人は、大体働いていませんし、税金も納めていません。ここまでちょっとね、えー、私の解釈違いだったら申し訳ないんですけども、多分生活保護を受給している方でも、 消費税ぐらいは納めてると思うんですよ。他にも様々な税金、付帯して間接税とか払ってると思うんですね。だから税金を納めてないってことではないと思うんですけど、どうなんですかね。えそして次なんですけども、日本国憲法ではこれらの国民の義務だと定められています。確かに義務はありますよね。でも、その生活保護に関しては、権力者が国民に対してやりなさいという、権力者に対しての義務なんですよね。 ま、ですんでうーん、生活保護を受け取ってる方が働いてないからといって、生活放棄の支給を止めるっていうことにはならないと思うんですよ。で、文化的で豊かな生活とは書いてなくて、健康で文化的な最低限の暮らしというふうに書いてあると思うんですけども、どうなんですかね。豊かな生活とまではなってないような気がするんですけども、まあ、豊かに暮らしてもらいたいですけどもね。 しかも、豊かさってのは個人個人違いますんで、それこそ無人島に住んでなければ豊かじゃないっていう人もいれば、いや、もう一週間で一食食べれば十分豊かですよっていう人もいて、これは主観によるもんなんでね、他者が他人に対して押し付けるもんではないかなというふうな気はします。で、その義務を果たした国民のみが受けれる権利だそうなんで、じゃあ生まれながらにして、も、ま、う、あ、半身不随とか植物状態の人は、どういうふうに、 すするんですかねうん生活保護じゃなくて別のものでやっていけってことなんですかね。えー、また、生活保護は年金とは違う。それはもちろんそうですね。これは言われるまでもないんですけども、生活保護というものと年金というものは別々の立て付けですよね。これは正しいですね。 特定の原因で生活する金を失った人の生活を支援。再び自立させる一時的な給付金であり。ああ、そうですね。一時的なっていのが100年にわたる人もいるんですよね。うん、再び自立させるための最低限の生活を営むことしかできない分の、金、給付されないのは当たり前ということで、最低限の暮らしってのもみんな違うんですよね。で、最低限の暮らしが家賃5000円なのか、家賃3万円なのか、家賃20万なのか、どこが最低限なのかってことは明確に書かれていない以上、住む土地とかね、 それから状況によって変動するとは思うんで、すけそもそもね、あの、新生活保護なんで、今までの生活保護の概念を取っ払って一から作りましょうってことを私繰り返し言ってるんで、あの、古い生活保護の概念を持ってこられても、ちょっとね、私の目指してる生活保護には当てはまらないんで、申し訳ないですけども、貴重なご意見で最もなものなんですけども、すいません、こういう規制概念を抜きにしてね、一から作るとしたらどうなるかなってことを私はお話してるんで、えー、すいません、一つの意見として、 聞いてはいますけども、ん、なかなか新生活応募の中には取り入れることはできないかなと思ってます。まあそもそも私の新生活応募ってのは単なる妄想なんで、あまり本気で突っかかられてもね、ちょっと困っちゃうんですよ。で、賛同して、こうなったらいいよねっていうふうにふんわりとした気持ちの方だけ集まっていただいて、いつかそれが実現すればいいかなっていうね、まだ妄想の段階ですから。で、これを思う人が増えてきたらね、そしたら、もしかしたら実現に一歩近づくかもしれませんし、みんなでね、妄想楽しかったねって言って飽きれば、 この私の震災画像っていうのは、まあ、なくなるということなのかなと思いますよね。えー、そしてね、最後なんですけども、子供の部活事業料なんかあるわけがないです。むしろお金がないなら子供を産まないでくださいと。お金がなかったら、まあ多分子供は産めないし、そもそも結婚もできないし、お付き合いもできないと思うんですよ。で、ここで言いたいのは、子供を産んだ時はお金があったけども、途中で生活が破綻して、例えばね、子供が10歳ぐらいの時に、もう破産してね、もうお金みんななくなっちゃいましたっていう方はどうなんですかね。それでも、 遡って子供を産むなっていうことなんでしょうかということで、あの、ごもっともなお話ではあると思うんですけども、ちょっと私はね、えー、その気持ちにはなれないんで、多分意見が合わない方との、多分コメントのやり取りになってくると思います。えー、ぜひね、こういう話が好きな人と討論していただきたいと思います。私はあんまり、えー、こういう建設的じゃない意見はね、えーまあ、好きじゃないんで、すみませんけど、これ、 切りにしていただきます。えー、それでは、他の皆さんでね、私の有勢、新生活護にご協力いただける方とか、関心のある方、またコメントお待ちしております。よろしくお願いします。